どうも皆さんこんにちは、茶番部の抹茶でございます。今回はレルムロイヤルの日本語化の方法について解説していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。私パラディンズの日本語化の方法の紹介動画を行ってるんですが、それをご覧になった方はもう一言で済みます。パラディンズとやり方は一緒です。はい。で、実際どんなことをやるかっていうところをこれから解説させていただきたいと思います。1分でできます。まずレルムロイヤルを終了してください。はい。そして、Steam の画面に来ましたね。このレルムロイヤル、こちらのプロパティを右クリックしてプロパティに行きます。で、一般タブの起動オプションを設定、こちらをクリックしていただくとこのような画面が開きます。これらの設定は上級ユーザーのみご使用くださいと。ここにこのlanguage=jpn という文字を半角で入力してください。もしコピペしたいという方は YouTube の、この概要欄、動画の概要欄に貼ってありますので、そちらをコピペしていただけると幸いです。で、OK ですね。で、その後右下の閉じる。そして通常通りレルムロイヤルを起動しましょう。はいと、まずまあログイン中の画面が出まして、もう日本語に変わってますね。まあ、こんな感じで日本語化できます。はい、簡単でしたね。まあ、ただパラディンズの時と同様に日本語化をすることで何かしらのバグだったり弊害が起こる可能性もあるので、そちらは自分の責任において、自己責任の名のもとにやっていただけると幸いでございます。というわけで、まあ簡単ではございましたが、日本語化の方法これにて終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。